こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は上意下達です。上意の者の意向、命令を下意の者に伝え徹底させること。上意下達とも読みます。また反対の四字熟語は下意上達です。今から上意下達を楷書で書いてみます。今から上意下達を行書で書いてみます。今から上意下達を草書で書いてみます。今から上意下達の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。